じゃあ、コンピューター将棋囲碁における機械学習活用ということで、加藤が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まあ、目次としてはこんな感じで6つに分けて構成してみました。まず自己紹介を軽く、加藤と言います。株式会社オプトで働いていて、去年一応東工大の渡辺家に言いました。まあ、Facebook やってるんで、まあよかったなということで、あと趣味は将棋と、まあ今日の発表見ても分かった通り将棋と、まあそれからニコニコ動画が好きです。最近はちょっとスカラー書いてます。で、まあ、参考にさせていただいたのはこの2つです。主に参考にさせていただいたのはこの2つですというところですね。で、初めにということで、まあ、将棋についてまず話していくんですけど、まあ将棋というゲームは棋構造ですと。現局面から、次の局面の線を枝で表していくと、棋構造になっていきますというふうな感じですね。で、まあ、将棋のゲーム機なんですけど、人間は読みと対局間で指し手を決定するんですけど、コンピューターは、探索と評価で指し手を決定していますと。で、この、このゲーム機の実現方法として、探索アルゴリズムと機械学習を利用した評価関数がありますと。ところですね。で、ここまでが導入で、まあ、次にこう将棋においてコンピューターがどういうふうに知識を獲得していくかということを探索と評価に分けて見ていくというところですね。で、まずミニマックス探索という、代表的な、まあ、教科書にアルゴリズムの教科書とかに出てくるものなんですけど、まあ、最も自分の有利の状態と考える、なるような次の手を評価関数を用いて選択すると。まあ、自分の手番であれば自分にとって有利、つまり評価値が高いと。で、相手の手番であれば、まあ、相手が最もいいと思うような、評価関数、まあ、つまり自分にとって評価値が最も低いなんてを選択して、まあ、それを再帰的に繰り返していると。まあ、そうするとこうやって、道、パスができるので、まあ、この部分がコンピューターの読み筋となっていきますということです。で、ただ、まあ、将棋というゲームの、まあ、機を作ったときに、それは指数爆発するんで、まあ、1手につき80通りの選択肢があって、大体将棋の平均手数120手なんで、10の220通りぐらいの、選択肢があると。まあ、いうわけで、探索数をどのように抑えるかっていうのは重要な課題になりますと。で、枝狩りと探索の順序付けが重要になりますと。で、まあ、その、枝狩りをする方法として、アルファベータ探索というものがあります。で、深さ優先探索と、それから、やはり、まあ、過去に探索、評価したノートの値を保存更新していくと。まあ、それから評価値が現在探索した一定値を超えた場合には、その先を探索しないというものです。まあ、この例でいくと、まあ、B が40であれば、もうその40が確定なので、C の部分を、深くまで探索するような必要はないというところですね。で、ただこう、まあ、教科書にあるような理論的な裏付けあるものじゃなくて、まあ、ヒューリスティックなものを結構採用されていると。濃度の深い、探索で評価値を予測したり、まあ、それから、まあ、枝狩りできるか判断して枝狩りすると。まあ、一定評価値あるいは、一定実現確率以下の探索は打ち切るような方法が、いくつか提案されています。まあ、代表的なものとしてこの、東京大学の近山先生という方が最初やられていた実現確率引き出探索というものがあって、局面の実現確率を、直前の、局面の実現確率かける遷移確率として、まあ、それを式1として、実現確率を式1としてありそうな手を深く読んで、なさそうな手は読まないような探索が、されています。で、今回参考にした論文の話なんですけど、まあ、実現確率式引き探索が実装されている将棋ソフト激指しなんですけど、局面の指し手の評価に、必然値だったり手筋が読み込まれていないというところがあるんで、激指しの遷移確率に N グラム統計量、ちょっと形態素解析の中身みたいなものですけど、それを用いると、強くなったということが書かれていました。まあ、こんな感じで探索パートはおしまいです。で、次に、評価関数についてですね。で、評価関数とはというところで、学習機械学習を用いて評価関数獲得、評価関数を、生成する作っていくんですけど、それをどうするのかという話と、まあ、それから、まあ、計算コストをどう下げていくかって話をしようと思います。まあ、その前にちょっと注意点で、
評価値っていうのは、探索に大きな影響を与えるんですけど、与えてしまうんですけど、評価値を活用した枝刈りで、まあ、活用して、まあ、枝刈りをしてしまって、まあ、その結果より深い探索をするよりも、評価値をあまりこう探索に影響させないで、まあ、浅い探索、あの枝刈りをあまりしないような方が優れているような時もあるということです。で、2つ目として、探索をしたら、まあ、評価するので、まあ、結構評価をしなきゃいけないものっていっぱいあるんですよね。局面っていっぱいあるんですよね。まあ、なのであの、まあ、あんまりこう評価にして、いわゆるディープラーニングみたいな重いものを活用しすぎると計算コストがかかりすぎちゃうと、精度と速度のトレードオフを検討する必要はありますと。まあ、それから、探索アルゴリズムとの精度を保つように、まあ、現在の局面と基地の情報の評価を扱っていきますと。で、評価関数の作り方なんですけど、いわゆる一つ目は特徴量を生成するような部分ですね。人間の知識をもとに有用と得られる評価要素を選択して、その特徴に対して機械学習を用いて評価関数の重みを行っていきますと。で、まあ、評価学習と教師あり学習があって、まあ、ほとんどのゲームで、まあ、最初は教師あり学習の方が優れているんですけど、教師あり学習のためには、教師データだったりの取得したり、まあ、教師データの精度を上げたりするような必要があります。という、まあ、デメリットがありますと。で、強化学習、まず強化学習なんですけど、いいところは挙手用データがいらないというところです。まあ、ただ欠点として、まあ、局所最適に陥りやすいという欠点がありますと。まあ、一方で教師あり学習ですね。で、指し手の順序関係と終局局面を対象とした学習があるんですけど、まあ、指し手の順序関係を用いた方がよく使われていますと。で、代表的な一番有名なこうボナンザでも、まあ、寄付の指し手と評価関数が一致するように、評価値を学習させていきます。まあ、規模感としては数万局、数百万局面、数億手から数十万パラメータを学習させているみたいです。で、計算コストを下げる工夫なんですけど、まあ、局面を行う探索を行うたびに、局面を評価する必要があるんですけど、まあ、毎回評価しなきゃいけないんで、この評価に学習を使うときに、この学習っていうのは計算コスト高いんで、まあ、ある程度こうルールベースに人の知識を用いて順付け してしまってもいいのかなというところがあります。さっきの中山さんの話あったところもかなりあるのかなと思って、将棋でも当然ありますと。まあ、単純に指し手の順位だけ、まあ、人間の知識を使って、指し手の順位だけを決めてしまって計算コストを削減するようなことも、工夫もされていますというところですね。で、評価関数でこう評価関数にこう学習を用いる方法みたいな話をしたんですけど、まあ、どうやってこういわゆるこう評価関数のための特徴量を生成するのかっていう話が、次のテーマです。で、まあ、ここら辺は一般的な話なんですけど、まあ、機械学習で用いられる、場合にこうデータの課題にどういうものがあるか、まあ、機械学習がうまく働かないときにどういう問題があるかっていうところなんですけど、まあ、考えられるのはこの3つかなと思っていて、1つ目がデータの異常で、2つ目がデータ形式の非統一で、3つ目が、まあ、データを表現する特徴量に問題があったというところなんですけど、まあ、将棋の場合はこの1と2っていうのはほぼ、まあ、ある程度データが整備されてるんで起こり得ないというわけで、まあ、3のこうデータを表現する特徴量の問題についてちょっと取り上げていこうかなと思っています。で、特徴量ですね、生成手法として、特徴抽出、特徴選択、特徴構築っていうのを、まあ、基本的な3つを挙げてます。で、これについて、まあ、比較してみて、まあ、特徴抽出っていうのは、まあ、自己を新たに作る、まあ、特徴選択っていうのは、ある、まあ、自己を捨てていくというものですね。で、精度としては当然こう新たに自己を合成したような、特徴抽出の方が優れているんですけど、まあ、計算コストだったりランニングコストの点では特徴量を、いくつか取捨選択するような、特徴選択の方が優れていますと。
まあ、当然抽出選択を、まあ、併用するようなこともあるんですけど、とりあえず2つの手法について目的と分でセカリテンと欠点を書いています。で、特徴抽出方法は、設定した基準で、空間の遮蔽率のパラメータを求めていきますと。で、パラメータを求めるのに全てのデータを使う必要があるので計算コストが高い、あるいは、データ処理を遮蔽後に行う必要がある、なんか、そらくこうマルチコみたいなものが起こるんだと思うんですけど、もうこの論文に書いてなかったんですけど、これ多分マルチコみたいな、そういう原子多重強制性ですか、マルチコが起こるからだと思うんですけど、ランニングコストが高いです。で、利点としては、コストが高いものを全く異なる遮蔽空間に遮蔽するので、まあ、指標に対して、まあ、適切なものを作れる可能性が高いというところですね。で、教師あり教師なし、線形非線形とあるんですが、この辺は割愛ということで、で、一方で特徴選択の方は、特徴の一部に着目して取り出していきます。で、全てのデータを用いた計算をする必要がないと、まあ、データ処理で元の特徴表現されたデータをそのまま使いますというところなんですけど、まあ、欠点としては、まあ、元の特徴に依存してしまうであったり、まあ、それから、選択の順番によって、結果が異なったりしてしまうなど、まあ、精度が低いというところがあると。特徴選択にはこうフィルターメソッドとロッパーメソッドというのが代表的な2つとしてあって、まあ、計算コストでは、フィルターメソッドの方が優れているんですけど、計算精度の点という点では、ラッパーメソッドの方が優れています。まあ、ただ、ラッパーメソッドでは、いわゆる過適合が報告されているというところですね。で、ここまでの話が、代表的な、こう特徴量選択、どうしていくのかって話なんですけど、まあ、有名なボナンザではどうやっているのかってところですね。ちょっとこのまま丸パクリしてきたので申し訳ないですけど、まあ、全ての駒を頂点とした三角形で良い形と言われるような三角形を特徴量としています。まあ、例えばこう自分の王様がいて、それに対して自分の守備駒が近くにいればいいですし、まあ、相手の攻め駒が近くにいればそれは評価値としてマイナスだっていうようなところで、駒のいいような、駒の2位の駒の三角関係みたいなものを取ってきて、まあ、それを特徴量としているというところです。結構なんか特徴量として優秀なのかもしれないですね。囲碁とかだとこうなんかこう石が近くにいたり離れているからそれが悪いかっていうとなんかそうとも言い切れないような気がするんですけど、将棋の場合はある程度こう駒が近くにいればいいですし、まあ、王様を基準にすれば特に、駒が近くにいればいいですし、まあ、遠くにいればダメ、まあ、あるいはなんかこう、まあ、将棋だとこう銀自分の銀の上に自分の銀がいればすごいいい形なんで、まあ、そういうのとかも駒の配置関係で位置関係で評価できるので、まあ、結構これ将棋で理にかなった特徴量なのかなと個人的には思いました。思ってます。で、ちょっと将棋のオープンソースとかの紹介も、最近公開されたこうエイプリーってものがあって、まあ、C プラで書かれてるんですけど、GitHub 上で公開されてるんで、まあ、Git クローンでクローンして引っ張ってきて遊んでみるといいかもしれないです。ただこれこう環境として、まあ、将棋どころっていう GUI ソフトでしか動作保証してませんみたいなこと言ってるんですけど、まあ、なんかこの将棋どころっていうのが癖があって、なんか僕がやってみたら Windows だと動いたんですけど、まあ、Mac だと動かないなみたいな。あ、はい、すいません。まあ、もしかしてちょっと僕が失敗してるだけかもしれないんですけど、まあこんな状況です。で、次に、コンピューター囲碁の話に入っていきますと。まあ、なんか最近こう、ニュースになってたんで、ちょっと自分も取り上げていこうかなと思ったんですけど、まあバッチリ島田さんと被ってしまったなと、みんな皆さん考えると一緒なんだなと思いました。まあそうですね。まあ、Google DeepMind 社の開発プログラムが、なんか負け、プロに勝ったと。まあすごい、なんかこのプロの方がどんな実力なのか僕は知らないんですけど、まあ、ぶっちぎりで5000投負けた、コンピューターが勝ったみたいな ところですね。で、まあ、コンピューター囲碁についての概要なんですけど、囲碁っ
ていうのは将棋と違って、局面の評価関数だったり特徴量を生成することが、難しいですと。まあ、将棋の場合はさっき言った通り、三角駒の三角関係を用いた特徴量生成ができるんですけど、まあ、囲碁っていうのはこう石が、まあ、僕も囲碁初心者なんで全然わかんないんですけど、なんか石が重いとか軽いとかそういう話をするんですけど、まあ、そういうのってコンピューターがどうやって評価すればいいのかっていう、なかなかコンピューターは難しいとなります。一方囲碁で用いられるしということがあって、囲碁が用いられる手法としては、モンテカルロ期探索みたいなものが主流になっています。なんかモンテカルロ期探索ってすごい資料があって、なんかモンテカルロ期探索で一人完全情報ゲームの計算を賢くするみたいな資料があるんですけど、ちょっと時間待ってるんで、こうなんかこのモンテカルロ期探索っていうすごいマニアックな手法に対して15回も連載してるブログがあって、こうすごいなと、誰が読むんだろうみたいな思ってたんですけど、とにかく、まあ、モンテカルロ期探索に対しては丁寧に書かれているので、これを読むといいかもしれないです。僕もちょっと今の専門家ではないので、まあ、僕も今専門家じゃないんで、あんまりうまく説明できないんで、こっちを参考にしてくださいということですね。で、なんか、Google 社の囲碁見てみると、なんか公式ページで、まあ、コードだったり、アルゴリズムだったりは、なんか公開しませんみたいなことが書いてあったような気がするんですけど、なんかちょっと出てきた情報、ちょっと島田さんほど調べられてなかったんですけど、いや、さすがだなと思います。なるほどと思って勉強になりました。で、まあ、なんかディープラーニングを用いて実装されたこうバリューネットワークとポリシーネットワークというものがあって、まあ、それが動作するようなモンテカルロ期探索ですと。まあ、それが原型となってトレーニングをまずこういわゆる強者あり学習に該当する人間のプレイヤーを模倣してしたもので、棋譜に、記録された、熟練した棋士の手と合致するように訓練で、ある程度強くなると、まあ、コンピューター同士の対戦で強者が強化学習を用いて、自分自身と、多数の対戦を行うことで訓練していくと。なんか将棋でも同じなんですけど、まあ、トレーニングの部分で、まあ、ある程度の部分まではこういわゆるこう人間の手を、まあ、強者あり学習として学習していくようなところが、有用なんですけど、まあ、ボナンザが本当に出た時点ではそうだったと思うんですけど、まあ、最近ではもうなんかのコンピューターの方が強くなっちゃったところあるんで、まあいわゆるこう強化学習でコンピューター同士の対戦でこうトレーニングしていくようなところになってきているという感じです。まあ、囲碁でもまあ同じようなところで、まあ、強化学習を用いてどんどんトレーニングしていくのかなというところです。で、これもまたかぶっちゃうんですけど、ディープQネットワーク、DQN ですね。まあ、ちょっと1年ぐらい前にこう Google が買収したディープマイン社の人工知能が、半数以上で人間に匹敵と君を奪うようなスコアです。これはそうなんですね。パックマンとかで、まあ、いわゆる戦略が複雑なゲームで、勝てるってことはちょっと調べられてなかったんです。なるほどと思いました。まあ、結構こういわゆる、まあ、囲碁で見たところでディープQネットワークで得たような英学習、強化学習に対する知見が、まあ、今回勝利した大きな要因となっているかもしれませんねというところですね。まあ、まあ、Facebook 社もなんか論文出してたりしてでですね、ですけど、まあなんかプロにも親数、なんか 3級から4級ぐらいにとどまっているってことで、まあプロに勝利したこう Google のソフトからするとちょっと大きな開きがあるみたいです。実力的に大きな開きがあるみたいです。まあ、なんかいわゆるこう囲碁ロボットみたいなものって、まあ、もうそうなんですけど、まあ、自動運転とか見てもやっぱり Google が、走行距離とかでも圧倒的にぶっちぎって強い、いわゆるこうテスト走行の距離ですね、他の企業と見てももう全然 Google の方が勝っているみたいで、やっぱりこう AI の研究みたいなものでは、まあ、Google がもうはるかに他の企業の先を行っているのかなと、まあ、囲碁を見ても自動運転を見てもちょっと思うところですね。
で、ちょっと旧学習の話です。で、まあ、行動価値関数 Q に対して、まあ、その自身、その関数自身を含むものにどんどん近づけていくと。まあ、これはこう、いわゆる QSA 表の、まあ、ダイナミックプログラミングの、更新だけで学習ができるので、旧学習というものは、いいですという話ですね。で、まあ、ディープ Q ネットワークのメカニズムと。まあ、逆強化学習というものを採用しているみたいで、まあ、報酬関数ってものは、まあ、いまいちよくわからないですよねというところがあるので、まあ、複数の専門家の行動データから、報酬を作成する、報酬を学習するような、逆強化学習というものを用いています。行動関数、行動価値関数 Q 自体は、まあ、ディープコンビューショナルニューラルネットワークで、トレーニングがされているんです。だいたいなんか20層から30層ぐらいなんじゃないかって言われてますね。で、なんかちょっと僕も島田さんほどじゃないんですけど、論文を調べてみて、まあ、逆強化学習法の例として、こういうものがあるらしいと、まあ、2015年に発表されていたらしいということです。うん、すみません、ちゃんと説明できるかって大事んですけど、まあ、こんなものがあるというところですね。で、まあ、以後のパートは、まあ、ここら辺までになっていて、ちょっとオープンソースでも見てみようかなというもので、まあ、なんかいくつかこうディープ Q ネットワークってものがどんなものか知りたいなと思ったんで、まあ、なんかキータの記事だったり GitHub で上がってたんで、こういうのがあるんで、見てみるとどうでしょうかというところですね。まあ、これ自体は Python で実装されていて、まあ、なんか結構このジェノアキセキちゃんに来られている方と Python に馴染みのある方は多いのかなと思うので、ぜひというところですね。まあ、僕が書いたわけじゃないんですけど、で、まあ、アルゴリズムをまとめてみると、まあ、こんな感じになってましたというところです。あ、どうもご清聴ありがとうございました。気になるんですけど、はい、なんかその最初の方で話が出た限りだと、将棋ってもしかしたらディープじゃなくて欠点量が強くなるってことはあり得るんですか？全通りが多分譜面上全通りが読める計算リソースがあれば、おそらくなんか将棋はもうなんかディープより強くなる気がするんですけど。そうですね、将棋の全手が、すべての手が読めるかっていうと現状読めないみたいで、まあ、ただこう将棋でこういわゆるディープラーニングが使われているかというと使われてないですね。まあ、なんかいわゆるこう探索のためにこう評価を繰り返していかなきゃいけないんで、まあ、そうなるとすべての手を評価する場合に、まあ、あんまり重い学者持ちられないと。なんか調べた限りだと、いわゆる線形の回帰だったり線形の SVM の方が、非線形のものを用いるよりも、強かったみたいなことが書かれています。まあ、Google がどうやってこうディープラーニングを用いて強くしたのか、本当になんていうか計算リソースっていうか潤沢なこうハードウェア資源のおかげなのかもしれないです。アルファ号は30GPU ぐらいなので、まあそういうことですよね。それとそんなすげえすごいかって言われて、めちゃくちゃすごいわけだよね、計算量というか。不思議ですよね。なんでしょうね。なんか将棋が10の220乗で、囲碁が10の200 700乗ぐらいなんで、だいぶ開きが、難しさにも開きがあると思う。僕もネイちゃんのやつ読んだんですけど、全然語の説明がなかったから。僕はまだ読んでないんですよ。もうあれで囲碁はどうやったら勝てるかもわからないと思ったら、全然わかんなかったんで。ありがとうございました。